細かすぎる沢田研二切り抜き。元ジュリーマネージャーの貴重すぎる沢田研二エピソード集。こちら9月11日ラジオ関西トピックスラジトピよりレコ大紅白ベスト10沢田研二の全盛期を支えたマネージャーが語る昭和歌謡黄金期ジュリー秘話ということで、当チャンネルでも何度かご紹介しております沢田研二さんの元マネージャーの森本義人さん、本当貴重なジュリーのエピソードね、たくさんご存知なんですけども、今回もこちらのインタビュー記事にて様々語ってらっしゃいますけども、タイガースピックソロデビューの頃のエピソード、そして悪魔のようなあいつを制作するにあたり、その主題歌として完成された時の過ぎゆくままに、そして特に面白かったのは勝手に仕上がれのエピソードなんですね。勝手に仕上がれで第19回日本レコード大賞を受賞したわけなんですけども、この時の視聴率は 50.8% という番組歴代最高、凄まじい注目度を浴びたわけなんですけども、日本レコード大賞が決まってですね、森本さんがジュリーにおめでとうございますというふうに伝えたらですね、ジュリーがなんと信じられないような返事が返ってきたということで、てめえこの野郎、頂点に行ったらあとは落ちるしかないんだから、マネージャーなら次の年のことを考えておけというふうに怒られたということなんですね。あのレコード大賞を取った瞬間の映像をね、僕も何度か見たことあるんですけども、感動の受賞というか、めちゃくちゃねジュリーも喜んでらっしゃったと思うんですけども、実はレコード大賞を取ったのに全然喜んでなかったっていうふうにおっしゃっておりまして、森本さんは本当にジュリーは変わった人ですよっていうふうに語ってらっしゃいますけども、こちらの記事ぜひチェックしてみてください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー沢田研二さんの最新情報、さまざまなコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。